こんにちは、土横です。跳ねろ恋キング、いきなり来たね。突然のリリースで超びっくりしたんだけど、恋キングがなんと主役のゲーム、跳ねていくのかな。 Z 跳ねる、やってみましょう。お、初めて遊ぶ方は初めから OK。 さて、どんなお話なんでしょう。わー、なんか懐かしい音楽。はじめまして、跳ねろ恋キングの世界へようこそ。わしの名前はカープ、みんなからはカープ町長と慕われておるよ。ここは恋キングを愛する町、ホップタウン。至る所で恋キングが育てられておる。ホップステップみたいな感じか。恋キングはとにかく跳ねる、よく跳ねる、むしろ跳ねるしかできない。頼りなくて情けない、世界で一番弱いポケモンと言われておるが、あと食用だよね。どんな時も跳ね続ける、そんな姿が愛らしくて、みんな恋キングが大好きなのじゃ。この地方には恋キングの跳ねる力を競わせる8つのリーグがあるのじゃが、長い間この町からチャンピオンが出ていない。おい、びっくりした。結構でかいぞ鳴き声が。次第に恋キングたちもやる気を失い、この町の恋キングはほとんど跳ねなくなってしまったのじゃ。なるほど、みんな恋キングなのに跳ねなくなっちゃった。グターッとしてるってことか。よく見たら博士すげえ下ラフだな。このままではいかん。そこで、おポケモンを育てるのが得意なお主に来てもらったわけじゃ。なんか女の子かわいいね。男の子、お主ならリーグで勝つ恋キングを育てられるじゃろう。お主の活躍によって恋キングもやる気を取り戻してくれるはずじゃ。ぜひ8つのリーグ制覇を目指して恋キングを育ててみてほしい。どれ、お主の恋キングを見せてくれんか。何、恋キングを持っていない。そうじゃ、ちょっとわしについてきなさい。行っちゃった。なんだ、そこに3本のボロの釣り竿があるじゃろう。ほほう、恋キングを釣るのにはこれが最高なんじゃ。昔はわしもバリバリの恋キングブリーダーとして鳴らしたもの。老いぼれた今ではゆっくり恋キングを育てておるが、お主に一匹やろう。わしが釣り竿を選んでやるぞ。これじゃ。どれもボロの釣り竿じゃねえか。関係ないでしょ。モンスターボールが先っちょについてる、かわいい。おっと、ドラえもん方式か。手が握ってないけど。お、恋キングが釣れた。これから何回もこの鳴き声聞くんだろうな。これはよく跳ねそうな恋キングじゃ。あ、恋キングレベル1マックス11、特訓 CP プラス100、あ、個性ボーナスみたいなのがあるんだ。君に決めた。もういきなり一発目から決めちゃう。かわいい。横でピチピチ跳ねてるだけ。この恋キングは本当に元気がいいぞ。これでお主も恋キングブリーダー。次は育て方のレクチャーじゃ。場所を移動するぞ。ほうほう、チュートリアルみたいな感じだね。跳ねる力、 CP を育てよう。 CP が跳ねる力。食べ物を食べさせよう。食べ物をなぞると恋キングに食べさせられる。おお、どうぞ。はい、パクパク。跳ねる力が増えたのが分かったか。残りの食べ物も食べさせるのじゃ。これなんだろう、貝。わ、なんか、あ、なんとかの実だなこれ。何の実だこれ。食べ物あと3個、食いまくるね。あ、まだ1個ある、あった。どうだ、特訓することで恋キングの CP はさらにグーンとアップするぞ。特訓ポイントいきましょう。一緒に特訓しよう。なになに、今日の特訓はレレレレレレサンドバッグ。なんで恋キングがびっくりしたの。嫌なのがあるのかな。恋キング体当たりだ。バチャバチャバチャ、かわいい。特訓で恋キングの跳ねる力が強くなった。成功。お、ちょっと強く跳ねたね今。70上がった。日が暮れないうちにホームの生けすに帰った。どうだ、お、レベルアップ。特訓で跳ねる力が大きく育ったろ。次はリーグに挑戦じゃ。リーグ、四つ葉のマークだぞ。跳ねる力を競う。リーグのライバルと跳ねる高さを競って目指すはリーグ制覇じゃ。お、右上スーパーボールがあるぞ。行ってみよう。1戦目、対戦相手コイキングのオス。あ、ちょっとでかいぞ対戦相手。ずるい。挑戦してみよう。でもでかいからいっぱい
あの飛べるわけじゃないよね。さあ始まりました。解説おなじみ私勤めさせていただきます。早い、ちょっと喋るのが。コイキングはまだ体が仕上がってないようですが、いかがでしょう。どこまでやるか楽しみです。まもなくスタートです。跳ねろコイキング、いけ、跳ねろコイキング、飛んだ。あ、ちょっと勝ったんじゃない。埋まったぞ。早く持ってきたぞ。結果はどうだ。4m82 コイキングの勝利。いや、どっちもコイキングだから、いや、どっちもコイキングだから、もうそれ分かりづらい。ブリーダーに勝利した。ちょっと僕名前変えられないの。ブリーダーランクが上がると特訓ポイントが回復、ダイヤをゲットできる。オーケー、勝利ボーナス、コイン4枚。コインっていう概念がある。そして下にダイヤがあったな。もうリーグで1勝したか。飲み込みが早いの。この調子ならやつのリーグ制覇不可能ではないかもしれん。まずは初心者が集うフレンドリーグとクイックリーグのチャンピオンを目指すのじゃ。いよいよこれからお主の物語の始まりじゃ。夢と愛情と跳ねるコイキングの世界へ、レッツゴー。すっげえ緩い感じだけどね。食べさせて特訓してリーグに挑戦、誰よりも高く跳ねるコイキングに育てるのじゃ。無でとう、ダイヤ100個。おお、特訓ソーダ5個、リーグエイド。なんだリーグエイドって。便利なお知らせが届くので許可しろ。オッケー、許可しとこう。食え。なんかお腹いっぱいみたいなのあるのかな。特訓しよう、頑張っていこう。今日の特訓はっていうか、さっきも今日だったけど、何これ、跳ねるカウンター。お、跳ねろコイキング、ダダダダダダ、カウンター。おー、すげえ、何回跳ねたの。おい、やらせすぎだろ。万いってるぞこれ。いや、10万、超大成功。 CP が850上がった。上がりすぎじゃね。特訓の結果はランダムだ。さっき70だもん。あれ、誰かがこっちにやってきたようだ。何、特訓の後にランダムでイベントが起こることがあるぞ。いろいろな種類があるよ。なんだ、蝶々マッサージ。特訓精が出るの。お主のコイキング疲れ切っているようじゃ。どれ、わしに任せなさい。特製のマッサージじゃ。うりゃガーガー、マッサージで特訓ポイントが1回復。なるほど、特訓ポイントが、お、レベルアップ。おお、めっちゃレベル上がったぞ。おい、なんか光り輝いてんだけど。あ、ちょっと大きくなった。体のサイズが中ぐらいになった。え、大きくなるんだ。さらに大きい CP。 お、新しい大きさが解放。線より大きくなると 1K と表示されるよ。1キロだね。お、また食べれる、食べよう。お、何これ、レベル5達成ボーナス、コイン6枚。ほほー、何何、購入ってどんなの。ちょっと見てみよう。買い物でダイヤと引き換え券をゲット。引き換え券は500枚ごとに豪華なアイテムと交換できると。ダイヤ掘り機をゲットしよう。5回目の交換では毎日ダイヤ100個が手に入るダイヤ掘り機をゲットできる。なんかダイヤ掘り機って聞いたことあるな。あれじゃない、ポケモンスクランブルで出てきてないそれ。あ、72時間限定スペシャルセール、 L パックに S パック。ダイヤと引き換え券4200。購入限度個数っていうのがあるぞ。購入限度個数は5000個。5000個以上で終わるのか。それ以上はもう取らないよってことだね。良心的な課金ですな。1回目の交換、あー、なるほど、チケットと交換できる。引き換え券ね、特訓ソーダとか。あ、ダイヤ掘り機、ほほー、引き換え券いいね。タウン行ってみよう。リーグで貯めたコインでコイキングに育成に役立つものが購入できる。食べ物はどんなのだ。はあ、はあはあ、あ、オレンの実とオボンの実、モモンの実、ヒメリの実。ああ、フエンせんべい。ブリーダーランク42。今ランク1だもんね。特訓は新しい特訓を買うとランクアップで効果も上げれる。なるほど、はは、あ、ランクアップにコインが必要と。ははー、あー、すごい、ガントロシーいろいろな、ピンポン飛ばし、岩石割り、跳ねる発電、ポレトス押し、モンスターボール飛ばし、資料室ってなんだ、殿堂入り模様替え。はあ、なるほど、オッケー。あ、ほんと、食べ物なんか定期的に増えるね。じゃあリーグもう一回挑戦するか。いくぜ、第2回戦挑戦だ。メスのコイキングと対決だね。
始まりました。フレンドリーグ、解説はおなじみ私コイヤローが務めさせていただきます。リーグは今回で第2回戦目。コイキングは随分特訓を重ねてきたようですが、まだまだ成長途中というところ、どんなハネルを見せてくれるのでしょう。まもなくスタートです。いけ、ハネろコイキング。飛んだ、よし勝ちました。早くも落ちてきたぞ。いけ、なんかニコニコみたいなコメントが流れたけど、13メートルだ。よっしゃ、お、ランク2になったぞ。特訓ポイント全回復。あ、全回復するんだったら特訓しとくべきだった。金の玉、ランダムイベント金の玉出た。金の玉おじさん、君コイキング育成頑張ってるね。どれ、おじさんがいいものをあげよう。これがおじさんの金の玉すっげえ汗出てるぞ僕。金の玉を売ってコイン5手に入れた。おい、安っ、金の玉安くね速攻売っちゃった金の玉すぐ手放したかったのかな。よし、レベルアップ。お、レベル9になったよもう。お、膨れた。お、あ、マナフィー、食べ物フィーバー。たまに現れるマナフィーをタップするとフィーバーがスタート。いろんなポケモンが食べ物を持ってきてくれるよ。フィーバー、どれどれ、フィーバー、どこフィーバー、フィーバーは、あー、ラブカス、ラブカスが、サニーゴ、サニーゴラブカス、サニーゴラブカスフィーバーおお、おい、もうレベルマックスだぞ。最大レベルまで育ったよ。最後のリーグへ挑戦しよう。最大レベルまで育った、最大まで育ったみたいじゃな。今のお主ではこれ以上跳ねる力を育てることが難しい。このコイキングにとってはこれが最後のリーグ挑戦。え、悔いの残りいけるところまで勝ち進んでくるのじゃ、もう終わり。これ以上コイキングは育たないよ。この最高の状態で引退試合、最後の挑戦をしよう。嘘だろおい、ちょっとこのスーパーボールまで行きたかったんだけど、挑戦するさあ、もういきなり引退じゃ。うわ、すげえ、めっちゃ流れてた。ちょっともう自分で跳ねなくなった。なんとコイキングは今回のバトルが最終引退試合。気合入ってますね。意気込みがこちらにも伝わってきます。最後に勝って有終の美を飾ることできるのか。スタートです。スタート、跳ねろコイキング、いけ、ぴょーん、おっしゃー、圧勝。引退試合かよ。結果はもう圧倒的の勝利でしたな。やりました、コイン4枚ゲット。もっと行きたいんだけど、あ、行ける、行かしてくれ。あ、挑戦できる、行けるとこまで行くんだ。今回のバトルが引退試合、何回引退試合できるんだ。やりました。さあ、まだまだ行くぜ。フレンドリーグマスター、コイキング VS コイ太郎。お、名前つけれてる、いいな。さあ、始まりましたフレンドリーグ。解説はおなじみコイ野郎が務めさせていただきますと、今回で第5戦。今回の相手はリーグマスター。リーグ制覇をかけた熱いバトルがこれから始まろうとしています。コイキングは今回のバトルが引退試合3回目。連勝、連勝街道まっしぐら。さあ、勝てますか、どうでしょう。今度は名前付きだからね。跳ねろコイキング、いけ、どうだ、よし、リーグ制覇したぜ。やりました。めっちゃ強くね、こっちあ、殿堂入り、やった、でっかくなったの。よしよし、かわいいよ。フレンドリーグ優勝。経験値に少な、フレンドメダルもゲット。お、フレンドをリーグ優勝だ。フレンドリーグ優勝、優勝記念を図鑑に記録。よし、報酬も来てダイヤももらえた。電気玉をゲット。なんだ電気玉って。ピカチュウが持つとあの電気の技が強くなるんじゃなかったっけ。
ピカチュウがイケスに来たみたいだよ。最後の試合お疲れ様、コイキングは引退するよ。あら、コイキング引退か。早かったね。君と出会ってからあっという間だったな。コイキング全然なんかまだ可愛がってもいないうちにお別れの時が来ちゃった。早い。レベル11、特訓した回数7回。よし、全勝でしたな。お疲れ様コイキング、名前つけてあげたかった。世代交代、よくぞここまで育てた。コイキングを限界まで育てたことで何かお主も大きく成長したようだな。ブレーダー経験値が5上がった。お、レベル上がったんじゃない。ランク3になりました。よし、ダイヤも10個もらった。コイキングの頑張りを見た他のコイキングもやる気になってるみたいじゃぞ。 10% 上がった。次回の育成スピードがアップ。ほほう、成長することでコイキングをさらに強く育てられるようになる。次のコイキングを釣りに行くぞ。またボロ釣り。釣れる模様一覧。なんだっけ。よう、また来たな釣り兄貴。生きがいいコイキングを揃えておいたぞ。どれでも好きな釣り竿を選びなよ。真ん中を選びましょう。釣れる模様を見てみればよかった。どうでしょう。ん？なんだ。あ、ちょっとまだら、まだらのコイキングが来てた。ベーシックなコイキングだ。個性はまあまあってとこだな。あー、ダイヤで釣り直す。なるほど、そういうことができるのか。まあいいでしょう。そんなに、あ、ニックネームつけれるようになった。よし、土の子で、土の子キング、土キングだ。頑張れ土キング。あ、世代交代なんか喋ってんのかな。あ、そのまま素通りかい引退したコイキングがイケスの奥で見守ってるよ。おいでおいでるのを探してみよう。へえ。引退してもじゃあ近くにいるってことか。さあおいで。お、ピカチュウ登場。マークが出ている時にタップすると育成を手伝ってくれるよ。イケスの上を解放。へえ。ちょっとまず食い物食うか。へえ。あー、いた。何か情報が流れてるようだ。見てみる。なんか多分 YouTube みたいなのが流れたりするのかな。お得な掲示板。何が起こるかはランダム。どれどれ。ピカチュウ、お、 CPU139 もらった。そういう系。ありがとう、跳ねよう。これは友達と跳ねる力を競おう。なるほど、 Facebook のみで接続できるってことね。あ、モモンの実が購入できる。これ買っとくか。買っときましょうね。ランダムイベント、キラキラ光るもの。なんだこれ。おや、何かキラキラしたものが流れてきた。貴重なものがゲットできるチャンスだ。でも嫌な予感も。もちろんゲットする。思い切ってゲットしてみた。なんだ。キラキラしたものの正体はただのガラス玉だった。泳ぎ疲れて CP が38。おい、今もらった CP 全部お返しじゃねえか。お、ランダムイベント、天敵は突然に。なんだ。おや、大きな木の実が木になっている。とても美味しそうだ。大きく跳ねてゲットできるとかなりパワーがつきそうだ。でも嫌な感よ予感も。大きく跳ねる、いけ。すごく危険な気もしてきた。大きく跳ねろ、いけ。ぴょーん、食べれたじゃん。やった、木の実をゲットしたぞ。おー、 CP386、 よっしゃ。さて食べて、じゃあ、おー、レベルアップ。おー、7になってるよ。もう回復まであと1時間。おー、1時間半ごとにピカチュウが何かもらえると。さあ行こう。わー、長い。今度勝てるかな。さあ跳ねろ、行け。お、ピカチュウの応援、ピカー。 CP5% アップ、頑張れ。一時的にパワーアップ。サポートポケモンが応援に来ることがある。頑張れ。さあどうだ。よし、勝った。どんぐらい勝ってる。
土キング、あ、名前呼んでくれてる。12m、 オッケー。だいぶ違うね。まだまだいけそうだ。ホイキングの育成順調みたいじゃの。もっと強く育てたくなってきた頃じゃろ。参考にわしがバリバリのコイキングブレーダーだった頃のイケスの写真を見せてやろう。わあ、すげえ、カビゴンとかニャビーとかいるぞ。アモクロとか、うわーすげえ、身代わりのやつとか EV の銅像とか、へえ、仲良しグッズでポケモンに手伝ってもらってデコレーションでイケスを飾りつける。これがコイキングをより早く強く育てるコツじゃ。わしが昔使っていたデコレーションを一つやろう。何これ、大事な看板、釣るな。ここは釣るな。食べ物の最大出現数プラス1個のボーナスをゲット。ダイヤショップから他のデコレーションも見ることができる。よし、そこら辺がまあ課金要素みたいな感じかな。さあ勝て、いけ、ピカチュウの応援、土キング頑張れ、跳ねろ。いやー、ギリギリ一応勝ったんじゃない。やりました。うわ、ギリギリだった。ピカチュウの応援なかったらやばかったかも。コイン7枚ゲット。ダイヤショップ、仲良しグッズでポケモンをお手伝いと。なるほど、木炭、リザードンが豊富。うわ、高え、ダイヤ600、食べ残し、カビゴンがホームに来てくれるようになる、ヤドンがホームに来る、わあ、足回りいいな。クイックリーグクリアで神秘の雫、なるほど。ここら辺は課金要素か。ちょっと課金はね、考えていきましょうね。いけそう、飾ろう。あー、シェイミソ、餌の CP、 そして食べ物出現率プラス2、身代わりぬいぐるみ、キマワリフラワーがランダムイベントのコインプラス28、ブリダの経験値プラス6、プラス9、マッシーツリーに EV どうぞ。なるほどなるほど、これは確かに結構課金要素が大きめですね。はい、ということで今はこんな感じで、止まった感じですかね。跳ねるのみでね、対決していくポケモンリーグ、確かに面白いですね。なかなかね、楽しそうなアプリリリースしたと思うんで、皆さんもね、ダウンロードしてみるのいいんじゃないでしょうか。ということで今回は跳ねろコイキング、プレイしてみました。もしかしたらね、また続けて動画に出すかもしれません。よかったらね、また次も見てください。それじゃあ土の子でした。